年末ジャンボ、人生で一度はラストワンチョン引けるまで帰れまテンドライブ。年末ジャンボいらっしゃるしかない。年末やからもうとりあえずやっぱお金を使わなければならない。はい、まあまあ引き出しなさい、引き出しなさい。最近あのトムとジェリーくじみたいなね、のがセブン入れで、はい、あの今やってるんですけど、はい、ピロマルが今回はトムジェリーの一番大ファンで。いや、ピロマルさんでもそんなトムジェリーあります？いや、ね、トムジェリーある。だって僕ね、最近2万円のトムとジェリーのフィギュア買いました。え、マジで？はい、ほら、うわ、めっちゃ可愛い。愛なくても、愛なくても、いや、これぐらいは買うでしょっていう。なくても。お前、ただのスゴアピールじゃん。ただのスネ夫や。違う。スネ夫や。悪いな、ピロマル。俺には一番くじ興味ないんだ。僕で。はい。で、今から、トム・ジェリーくじね、引きに行くんですけど。メイン？これメインの企画ですか？いや、最初これサブの予定だったんですけど、おそらくこれ合計出費額ちょっとワンチャン確かに行くなと思って、これはメインだこれはメインだって使うからメインで、まあ、ちょっとルールつけようかなと思って。いや、もちろんルールいる。やっぱり人気のくじやから、もうこれヒカルさん方式で全部くださいって言ったらやっぱかわいそうだと思う。確かにそう。ということで、くじで引いた番号の回だけ買う。まあ、1から10ぐらいまでやった。なるほど。それでラストワン出なかったらどうなんですか？次の店。うわ、いやその企画だったらメイン回さんダメっすよ。そうやろ。え、これは全員でマックス10ってことですか？その店舗で1人で、しかもで、その買うのはジャンケンで負けたやつ。文句なしに自分。いやー、ジャン負け1回当たり7000円の負債ってことですよね。まずいよ。やばすぎ。学生です。激アツ学生は年末です。年末です。学生じゃない、お前ら学生よりさらに上の意見。年末です。学生と年末は年末が勝つ。年末が勝つ。メリット何これ。でも人生で一回ラストワン引きたいから。そうそう。でもそれにしてはルールが悪すぎるって。やべえそれ。マジでやべえな。そう、ラストワン目的じゃないこのルール、やばすぎる。その商品はどうなります？え、商品は。いいこと聞きますね。ラストマン引いたやつ総取りっていうパターン。あ、まあ。それはそうする。いや、自分が買った分は持ち帰りたい。ピロマル、市場とメインのルールどっちが大事か。あ、まだこの市場とメインのルール。というわけでいきたいと思います。イエイ、めぐいたバーゼボーウィズラストサムライ。はい、じゃあ1軒目のコンビニに着きました。まずあるかどうか確認した方がいいですよね。あ、でもある、あ、フィギュアはないかも。結構なくなってない？いいんちゃう？いいんちゃう？逆にありか。逆に嬉しいか。それはそれで。それはそれでいい。それはそれでいい。じゃあ行くぞ。いや、これはこれちょっと。さあ、じゃあ、じゃあ、ファイはい、え、あ、負け。あ、負けか。じゃあ、じゃあ、ファイ。はい、ピロマルさん、まあ、正当やね、まっとうに。嬉しいでしょ。嬉しいです。行きたいんでしょ。はい、じゃあ1から10なんすか、これ。1から10です。マジで10こい。じゃあこれで、はい、じゃん。あはは、10回だー。え、マジで持ってますね。10回。すごいな、愛が深い。人生能力高。いきます。はい。いや、多いって10回は。え、ちょっと待って待って待って、それフィギュアかな。え、フィギュア全然すごくない？え、フィギュアすごい近いんじゃない？え、ちょっと、え、すごくない？待って、すごくない？ちょっと待って。いやいや、お疲れ様です。お疲れ様です。ビニールの音がする。え、いくら使ったんですか？6800円です。68ね。すでにピロマルの迎える限界値。まあ、あと引ける限界値も引いてるやん。さっきだってオフィスで聞いたら、あと10回かなって言って。まず、印象のクリアステッカーが4枚。あ、いいやん。4枚。え、じゃあこれ1個もらっていいですか？ダメダメダメ。私の700円。間違いない。続いて、はい、D 賞のクリアファイルが2枚です。はい、2枚。はい、あと4個。 C 賞が2枚。おー、やばいやばい。ってことはあと2枚。ハナさん強運すぎるんですよ。続いて、はい、B 賞が1個です。おー、ってことは最後1個。あれ、一つが確率収束したらフィギュアです。これこれと一緒。持ってる。持ってるやつ。はい、タブに出たら、なんともう一回です。もう一回。で、終了でした。はい、お疲れ様です。ではなかったと。ちなみに言いたいんですけど、あの、私が引いた後、あと7枚ぐらいしか残ってなかったです。え、マジで？なんでここで私帰らないといけないんですか？
2店舗目トムから始まるイエーイ闇のゲーイ最初はグーじゃんけんほいはい、こうでボンやっぱりだこの展開そういうことなのこの展開じゃんけん弱いな最初はグーじゃんけんほいあーえ嬉しいんですか嬉しいんですよね木村だってもらえるかわかんないじゃないですか あ、そうかそうかそうかでもあれですよここでラストン引かれたらさっきの何だったか負けるなって明日のご飯のこと考えてますどういうこと金欠金ファイル食べればいいじゃないですかいいやんちょっと自分の命削るぐらいいいやんそうですよね押すのためにだから愛足りないっすよ愛足りないっすよ年末やのに年末なのにやばいからいやマジ年末なのにのロジックマジで今の分かってないから年末今のとこ全ての上に来てるからマジで分かってないけどじゃあ最初はグーじゃんけんはいはいまあなるほどねあれあれかなトムとジェリーのくじって終わりました終わりましたありがとうございます終わったんですかありがとうございますうわ、ほら、何？めっちゃ人気やな。完売しておりました。マジか。これ全然希望できた逆にこのタイミング一番少ないかもしれない。在庫が。確かに。このなんか発売スタートしてから今日4日目なんで、それが一番いいタイミングかもしれない。それはある。年末ジャンボデュエルゲーム。最初はゲーム、じゃんけん、ファイ。はい、これファイ。はい。強いね欲しすぎるやろなんやだよ最初はグーじゃんけんファイいらないよほんまにマジ欲しいやなほんまにそんなに欲しいやないやいや他にマウント取れますかこれやばはい15位ほんまにでもほんま10は3枚しか入ってんの13枚あるんや。でも結構枚数あるでしょ。すごい。だから多分ここで運使うから引けない。引けない。使えてない。クリアファイル。あ、待って。お前ら。あれ？嘘か。まさか。どうなんやろ。トムとジェリーのハッピークジってあります？終了しちゃいました。あ、そうです。終了したんですか。入ってきてすぐ終わったと。え、そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。なかったです。マジで？マジで？ちょっとまずいなこれ。てかないっていう発想なかったな。逆パターン。田舎の方行けばもしかしたら残ってるかもしれない。田舎攻めなあかんのかな。そうでも残りすぎててもあかんのよね。田舎はやってないっていう。そうやな。そちらでトムとジェリーのくじってやってますか？今ちょうど。わかりました。ありがとうございます。今ちょうどだぞ、お前ら。ちなみに今電話かけたのはなんと北海道釧路2丁目店。マジでダメだ。いやそれで分かったことはこんなどい中でもこの瞬間なくなるやん。どい中だからこそあんまりなくてそこに集まるじゃないですか。何その電話。いや逆に言うと田舎は今ちょうど旬なんよ。そう確かに。お聞きしたいんですけども、そちらにコム&チェリーのくじってやってますか。失礼します。ありましたね。すごいです。ちなみに何てですか。え、これ沖縄ウルマってだと思ったわ。ちなみにコム&チェリーって時ピロガラさんが一番笑ってる。みんなそれ言うな。あるって分かってるだけで希望。これ10回お願いします。お願いします。間近にある。少ない。これ全部ですよね。そうですね。ちょうど20枚だったんじゃないかな。すごいな。やばい。ちょっともうだるいってこのルール。いや来たねこれは。お。あと10枚ぐらいですよね多分。なんでわかった？え、さっきあと電話した時に、あと20枚ぐらいありますよ。僕ら分かってる。ちゃんと待っといて。なんでやねんお前ら。はい、というわけで。あ、来たね、2回目ですね。いや、ちょっと若干後ろ姿悲しげなんやけど大丈夫かな。あれ？ちょっと待って。あれ？残ってません。もう。
ラストワンは無理だと思います。もう諦めてる。そこがもう一回入ってます。私は爆買い企画参加するの初めてなんですよ。あ、そうっすか。こんな新たな一面見れたな。進むとは思わなかったです。あ、企画やってますね、ほんま。ありがとう、参加してくれて。いや、最後1枚で勝ち逃げして。いや、最後10枚やったらもう引くよな。でも学生やったら渋るんじゃないですか。まあ、あるか。俺ら渋いはずなんよね、うん、でも年末やから。年末やー。あ、来ました。え、ここジャケタイム。来てますね、ちゃんと。キューしかもフィギュアも結構残り少なかった。2個しかなかった。パッと見おい、あるぞ。あるよ、あるよ。負けた方がいい。負けたい、負けたいかもしれない。おとぶりジャケ、ジャケポイ、はい、シェイ。企画にこんだけ感情入ることないですよ、今までね。いや、これでもチャンスやね、マジで。いや、これはあるよ。じゃあ行くぞ。男気じゃんけん、じゃんけんファイ。よっしゃー、やられたー。10位行こう、10位行こう、10位行こう。お前の10枚引かせねー。1枚これ、せーの、グイエ。あー、おい、お前ケチやな、マジで。普段ハイブランド買ってるやつがここで買うな。チンコついてたか、お前。男にねえだ。Cショーです。カットです。お前カットです。全部 A ショーです。 A ショーよ、ほんま。すげえ、すげえ、まさかの完璧。いや、でもなんかそろそろ逆に買いたい。5枚なん、次は。いや、次僕引かせてやりますからね。いやいや、ひろまるさん引きたいですか。まあ、でもどこでいいかっていうとこありますかね。なるほど。意思な。今めっちゃ意思なかった。今。ちゃうんですよ。スンとかオッティやったらワンチャン放棄する可能性がある。ないよ。だってそれはないよ。じゃあワンチャンもらえるかなと思って。いや、無理や、それは。なんで？なんで？逆にそれをしてる自分が一番それってトムとジェリーを愛してないってことだよ。そうそう。トムとジェリー頼む。今めちゃくちゃ謝った方がいいね、トムとジェリー。今のはやばかったっす。だって、他人が飼ったペットをもしかしたらもらえるかなみたいな。そうそうそう。そんな甘い考えで好きなんですか、トムとジェリーを。ちょっと1万4000円使ってるんですよ。もう企画来たー。待って、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 待って。え、待って。もう結構少ない。少ない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 。めっちゃ少ない、めっちゃ少ない。いや、少ない。まさか数枚の。いや、まず。まあダメやんな。え、A賞引くまでエンドです。いや、僕はね、あの10引きたいんですよ、普通に。はい、じゃあせーの、ドロー。何番モンスターカードイン。10。あるね、これ。ある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 、あるよ。はい、お願いします。ちょっとほんまに頼む。いや、でもそっかそっかそっか、やめろやめてくれ、まだ早い。そうかそうか、まだ早い。いや、やっぱり俺が行きたい。まあでもちょっと年が書いてるね、島本まで行きたい気持ちはあるよ。全然行くよ、一人で行きたい。悔しすぎてこの企画終わった後一人で買いに行こうだろ。一人で7枚買いに行こうか。じゃあピロマルさんが手に入れるまでしますよ。ああ、それはあるな。そういう私の自分は、それはまあそうや。何言ってんすか。え、なんで、なんで、え、なんだ。え、10万まで見て、花さん今この顔。うわ、なんかでかいの持ってるやついる。さすがに違うでしょ。びっくりした。怖いって。そう、マジで怖い。でっかいスーパーの袋持ってるやつ全部。あの人が、あれぬいぐるみやろ、あれぬいぐるみに。あの人が持って帰ってたらめっちゃ重い。いや、あれやばいやろ、あれ。嬉しそうでも何もなかった。いや、やっぱな、参戦してるものとしてはやっぱな、ここはちょっとやっぱ謎の2日目よ。なんか待ってたら、ほら、同じ価格ない。いや、ちょっと同じ価格ないやって。あ、来た。え、怖、これマジで。やばいやばい、なんか音する。え、待って、なんか音する。なんかふわふわしてない。え、怖い怖い怖い。あ、トラクションだ。これマジである。これあるな。なんかふわふわしてるけど、4個がいいショー。はい、5つ。いいショー5個。お前マジでやってるな。お前やばくない。そして D ショー。 D ショー5つ。は？え？終わり？え？で終わり？そして？そして？
A 賞2つです。あのこれあの店員さんが僕10って言ったんですけど、うん、12って聞き間違えて過剰に購入されたっていうで12枚買って12枚買ったけどじゃあラストワンではなかったです。あーよかった悪すぎんか近い番か。うわーでもここも田舎だな。うわー余ってそうなオーラ出してきてるなこれ。まあ、工場のおじさんがトムとジェリートムとジェリーのくじくださいって行くぞ闇のゲームせー闇のゲームじゃんけんぽいよっしゃーじゃんけんぽいわーくそーじゃんけんぽいうわーすごいやばいっすよ。急に巻き返すね。いやーはい聞いてください。男なら銃を引くんだよな。せーのはい5 あーやっぱ、まあ、やっぱりなんかえ、これさ、こいつさ、ここでもう一回やっぱ田舎はやっぱ田舎は田舎すぎると残ってるやん。もう一つがここにあるんですけど、行かんほうがいいですよ、ね、じゃあどれ。いやいや、そういうわけじゃ、多分あんま関係ないだろ、言うてあ、深いあ、寝るわワンチャン、いや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 あれで、あっちばっか買ってるって次どこやろうな。いやでもさすがにセブンイレブン本社もそんななんかそんな近くに競合出さないです。そんなあるわけないじゃないですか。だって全部でやってるわけじゃない。意味ないやろ、この近くに置いてあって。そんなそう、え、はい、というわけで着きました。着いたーめっちゃうまい。こっちの方がちょっと明かりが多い。え、でもこっちの方がありそうですね。ありそう、十字路やし。だからこっちの方が枚数が少なそう。ここちょっと田舎らしいんで15、20 追加ここだけちょっと入れさせてください。10分の2で15、20入ってます。いや嬉しいな。え嬉しいね。え20引いたらさすがにラストワン高いよ。だいぶよ。年末じゃんけんじゃんけんぽい。はいこれ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 ぽい。くそーよし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 よおおどち僕です。お手さん全然悔しがってないけど大丈夫ですか。安堵してますもしかして。今安堵してたよ。結構まずいことしたよ。いらない。チェキハイ。学生の1万4000やばいよ。はい、せーの。あー5やばい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 な。それはもうこれはマジでもったいないことしたかも。無理消したチェリーとガムがよ。ちょっといやーこれ見せたな。今チェリーボーイやったわ。オッティ彼女いないわけ。23年か。俺23歳じゃないですまだ。いやいるやっこに痛い痛い。座ってる座ってるマジで頼む。5枚ですからね。ちょっと待ってめちゃくちゃ5回ですか。はい5回で、ID で回しました、はい、お願いします。お願いします。はい、D 賞2枚、E 賞2枚、A 賞1枚です。はい、こんな、はい、マジで、ちょ、マジで聞いてほしい。はい、めちゃくちゃあってマジで多分 D 賞引いたの俺が初めてまである。よかった、20枚引かんくない。そうだよ、店員さんもなんか困惑してたもん。え、どこにあるんやろみたいな。ここの人はそういう文化はないんかな、ポントチェリー。放送圏外だろ。あ、めちゃめちゃローカル来ちゃった。ここ高槻市はもしかしたら放映してなかったかもしれない。来た。え、もう着いた。あ、来たー。あさん、この田舎ぐらいはどうですか。これはね、火使えないとまずいんで。逆に逆にもう10以上しか入れません。え、マジ。いや、ここはね。ちょっと待って、犠牲の。え、これだってあれっすよ、もうほぼ残ってると考えていい。ほんまに言ってます。見渡す限り腹っぱですよ。10以上だ。比率は11枚。うん、15、1枚。うん、21枚。うん、31枚。うん、以上です。31枚。はは24000。ちょっと一回ドア開けていいですか。ちょっと頭冷やそう。え、これって自腹ですよね。これやばい。自腹です。これやばい。何言ってんの。だって30やばいかもしれない普通に。はい、行きます。男気じゃんけんじゃんけんぽい。うわぁ、なんでなんでいつも僕はこんな目に遭ってしまうの。不幸だ。いや、嬉しい。フリットエース。フリットエース。怖い、待って、怖い。男気じゃんけんじゃんけんぽい。うぅ、え、なんでそんなヒヤヒヤしてるの。え、払いたいよな。負けたくないんですよね。払いたいよな。負けたくない。28000はやばいでしょ。え、なんで怖がってんすか。
OKOK 俺らそれ言うの男気じゃんけんじゃんけんぽいおおおおおおさあ、お得意様のスン様、引いてください。3で引かせていただきますよ。はい、どうぞ。これで10を引く男やから。はい。せーの。あー。20でございます。いや、20はマジで怪しいよ。いや、全然引ける可能性はあるな、20。ちょうど、だから25。ちょうど微妙にないよな。それもある。ここの20は。微妙ゲームすぎるな、これ。ここの20は。あるね。しかも今までのミスが大体20ぐらいやってんな。確かに。ちょうど。22? ?20? あれ?あらら、つかないですね、これ。まあ、この辺の近隣住民の顔想像して、40代のおばちゃんが見えてんねんけど、今トムジェリー見てそうっすか。忘れてるやろな、多分もうその記憶すらも。猫と月誌みたいな感じですよね。猫月誌。なんだ、早くないですか。戻りました。早くないですか。早いということは、もしかしたら引き切ってない。してない。疑心がある。ガシャ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 してるね。でもガシャガシャの袋とモフモフの袋がある可能性。では引きましょう。いい賞。はい。6枚。はい、6枚。結構予想いい感じよ。そりゃそうよね。D 賞4枚。おぉ。じゃあこれで半分。おぉ。え、でも C 賞3枚。B 賞2枚。おこれあるな、ラストワン。A 賞が5つ出まして。あ、5つ出たんか。出まして。出まして。え?残り6枚でした。うわぁ!うわぁ!起こされました。うわマジで。うわ俺でもね、ここ行ける気するんよな。すべての舞台が整った。しかも待って、終了こんなことある。うわー11 89あ、あるえ11これが YouTuber か。次回ゆかくじくるくじ。引いてればなぁ。やべぇ。店員さん、びっくりしたかった。行かないんですか。いや、そんな感じはあった。まあ、少し感じた。いいんですかって言われたもんね。もういいんですか。いいんですか。いいんですか。